はい、どうも皆さん、こんにちは、ナブです。今回なんですけども、Ryzen 35で行われた、カイル・アゴン VS アシア・タカヒロの試合について感想を言っていきたいと思います。まあ、試合結果はですね、判定でカイル・アゴン選手の勝ちだったんですけども、まあ、結構ね、僕的に面白い試合だったかなっていうのはありましたね。まあ、1ラウンド、2ラウンドを通してなんですけど、まあ、全体的に、まあ、芦田選手は引き込んで、で、カイル・アゴン選手は、まあ、1ラウンドはなんか偶発的なテイクダウンっていうか、その芦田選手が転んで上取ってそのままトップキープで抑えて、まあ、2ラウンドは今度自分からカイル選手がタックル行ってトップ取って、で、まあ、パウンド結構強めのパウンドでしたね、当てて、で、まあ、3ラウンド目も、まあ、最後上取って、まあ、パウンド続けて、で、まあ、アームロックか腕十字っていうその行こうとしてたんですけど、まあ、芦田選手結構その、まあ、取り切らせないっていうところは気持ち強かったなっていうところがあったんですけど、まあ、終始カイル選手が圧倒してっていう感じでしたね、試合内容的には。いやー、本当になんかフェザー級のトップ戦線、中堅クラスからその下っていうところも結構混沌化してきますよね。この芦田選手とかカイル選手くらいの中堅ぐらいのところもぐるぐる今回ってきてて、結構フェザー級本当に全体的に流れが流動的になってきて面白いなと思うんで、まあ、今後も、まあ、カイル選手が今後トップ戦線絡めるのかっていうところもちょっと楽しみではありますね。まあ、今連敗続きだったんですけど、これ復帰して、まあそうですね、まあ、カイル・アゴン選手ってあの金原選手にあのボコボコにされてるらしくて、そのスパーリングとか練習で、まあ、だからそのトップ中のトップ、本当にトップ戦線はちょっと難しいのかなっていうのはあるんですけど、まあ、ちょっと試合とかもね、見てて、ザッツ MMA っていう感じで、僕はこういった試合も好きになってきてるんで、ちょっと楽しみにしていきたいと思いました。ということで、お疲れ様です。